しかしマネージャー、喪章は探し出したじゃないですか。そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの喪章は大事だと言っただろう、君。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あ？そうですか。わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよ。おい！あ、さっき喪章を探してくれた人ですね。ありがとうございました。何やら上司と揉めていたようだが。見てたんですか。実は喪章をなくしたことがバレちゃいまして、減給とか処分されそうだったんでこっちから辞めちゃいました。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。せっかく探してもらった喪章ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。じゃあ私はこれで帰ります。おう、葬儀関係者か。そろそろ葬儀が始まるから準備してくれ。ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。正面から堂々とはの、堂島の桐生。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。はっ、なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。
シンジ、実は今ここに来る前に襲われた。え？近江連合のやつにだ。どうも錦が指示してるらしい。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。お前も用心しろ。分かったな。はい。とにかく風間のおやすさんのところへ。行きましょう。葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。何せ東城会の三代目が死んだんです。跡目が誰になるのか、殺したのは誰か、どいつもこいつも腹の探り合いですよ。それに兄貴、こっちです。そういえば最近は葬式あげるのも一苦労だって上の人間が愚痴ってました。兄貴が勤めに行ってる10年間で法律が厳しくなったんですよ。おかげで仇との付き合いも難しくなって、今時組葬なんてどこの葬儀屋もビビって受けたがりません。まあそんなご時世でこれだけでかい葬式あげられるってのはまだまだ東城会の力が衰えてないって証拠ですけどね。兄貴到着しました。この部屋でしばらくお待ちください。今風間のおやすさんを呼んできます。
カズマ。おやすさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやすさんは何も。変わらねえな、お前だけは。おやすさん。何があったんすか？登場会は。それに錦は。あったのか、あいつに。いえ、あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやすさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。弓のことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、弓は。おやす！か、風間のおじき！てめえ！お前、桐生！桐生？なんやお前、堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ島の。おお、お前ら絶対に生きて返すんやないで。王女せいやキリュウ。カズマ、逃げろ。カズマ、ユミを100億を頼む。行け。
See ya!